あこんばんは、マーティン。ではの宮久保、健二択です。山形市、佐賀市緊急事態宣言の中、山形観光ガイド、山形についてお話しします。山形の四季はまあいいものですね。やっぱりザオ樹氷ですね、やはり。夏はオカマ。ザオ三大人巡りもいいですね。ザオ地蔵層、ザオ大黒天ザオ大権限の三神ですね。はい。 ザオ温泉もいいですね。ジンギスカンや、やっぱり、伊賀餅まあ、ザ温泉といえば、まあ、いろいろ、ミュージアムとか、酒つまみ、いいですね。山寺は立石寺。まあ、山寺も行ったことは、多分ないと思います。だしそばもまそうだし、玉こんにゃく、ジェラート、美味しいですよ。山寺はやっぱり奥の細道ですね。聖火の地道。まあ、そういうことです。 霞城公園。<laughs> 山形文章館もいいし、七日町五殿ですね。山形学び館。あとは、紅の蔵もいいところ。まあ、公園もいいですし、もがみ満歴史館もいいですね。山形やったい村、ホットなる横丁。まい、あの町は行かないでほしいですね。マヨハチは残念ながらなくなったけどね。山形牛、美味しいですよ。山形といえば、やっぱりエスパル山形とグッド山形がおすすめです。山形のラーメン。 冷たいラーメンはやっぱり酒屋ですね。はい。山形の松井は山形花笠松井と芋煮会ですね。まあ。<laughs> 温泉は黒山温泉や沼木温泉。いろいろ日帰り温泉も行けます。やっぱり山形市に決まりと言いたいけども、こんな関係があるので。残念ながら言葉にできません。というわけで。 山形市の魅力でした。バイバイ。